皆さんこんにちは。さて前回に引き続きね、今回も豊富町の散策やっていきましょうか。今日はですね、町から少し離れたところにあるね、この豊富温泉のこのふれあいセンターですね、ここの周辺とこの温泉街っていうんですかね、そこを見ていきましょう。さあそしてですね、ここ温泉街なんですが、はい、豊富鉱山天然ガス採掘プラントっていうね、天然ガスですか、ここをね採掘するプラントがあるんですよね。というのもこの温泉はですね、ここにね、温泉の由来が書いてあるんですけども、大正の14年にね、石油採掘の際に高圧の天然ガス油を多様に含んだ温泉水がね噴出しましたということですね。ここの温泉ね、なんとですね、お風呂のお湯に結構こう鉱物由来の油っていうかね、石油がね結構含まれていまして、まあそのなんていうんですかね、温泉の香りがもう強烈な石油臭がね漂ってくる、すごい不思議な温泉なんですよ。ただしですね、非常にこう薬効成分っていうのがね豊富でしてね、このアトピーとかの方にはね非常にこう効果のある温泉とのことでしてね、ここ全国的に結構有名なんですよね。でその石油の採掘をしてた場所が現在はこんな感じでね、天然ガス採掘プラントになって、ガスジェネレーションシステムね、ここで電気をどうやらね、発電してるみたいですね。すごいですよね、温泉地の隣にこんなジェネレーターがねあるっていうのもなかなか珍しいんじゃないでしょうか。そしてここがその温泉になります。はい、皆さんもねここの豊富町に、ね、訪れた際はぜひこの、ね、温泉一度入ってみてください。ただしですね、ここ のさっきも言ったんですけどね、お風呂は非常にね石油の香りとかガソリンスタンドの香りがねするので、タオルとか服とかはね本当気をつけた方がいいです。はい、でも本当にねお湯はしっとりとしていてね、保湿性も高くてね、とってもねいいお風呂なんで、ぜひね皆さんもここね訪れてみてはいかがでしょうか。はい、午前11時から、午後2時ですか、で午後4時から午後8時までやってるとのことです。あ、これ食堂か、食堂の営業時間ですね。はい、温泉の営業時間はこの辺に出しておきます。はい、さあという感じでここにはね、豊富温泉がありまして、こっちの反対側ですね、ここをまっすぐ行くと日本で一番北のね温泉街があるとのことなんで、ちょっとここね見ていきましょうか。よし、今車来てないからちょっと渡って、はい、ここねまっすぐ歩いていきましょう。なんかね温泉街って聞くと定山渓をね僕は思い出しますね。小さい頃家族と行ったのをね覚えています。そしてここ隣なんでしょうね、すごい立派なおしゃれな建物がありますけど、なんだろう、ホテルかなんかなんですかね。前ね僕1回だけこうね来たことあるんですけど、その頃にはねこういったなんかクールな建物はなかったんですよね。ね、すごい立派でしょ。なんかこう木を使ってね、こう窓とかもちょっとブルーのこのね枠がなんかかっこいいですよね。さあここは一体何なんでしょうかね。川島旅館って、あ、旅館なんですね。すごい旅館なのに、なんか外国人とかが来てインバウンドのお客さんとか来たら喜びそうなね旅館がありますね。あ、予約なんだ、予約制のねとこなんですね。いやでもすごい立派だ。豊富町にこういった建物がねあるなんてね、ちょっと不思議ですよね。に対してこの反対側の方ですか、こっち側の方は、まあ、昔ながらのね本当にこう温泉宿っていう感じが並んでいて、まあ、これはこれでねいいですよね。僕こっちこういう雰囲気好きなんですけど、さあそれじゃあちょこちょこっと歩いていきましょうか。はい、まあさっきも言ったんですが、まあ温泉街の割にはちょっとあれかな、寂しいかなっていう感じはするんですが、まあちょっとね昨今はね例のねコロナの影響でお客さんもいないのはまあわかるんですけど、ちょっと道内からのね人とかももっと来てもいいのかなとね思っています。はい、ここも宿泊施設なのかな。あ、違いますね。今この僕の手のところは、なんか、お土産屋さんなのかな。どうなんでしょう。ちょっと近づいて見てみましょうかね。さあ、ここはですね、湯の社ポッケというね、どうやらね、お土産屋さんとかね、その、喫茶店とかが、併設された、その複合施設っていうんですかね、そういった
場所みたいですね。なるほど。結構ここもね、建物は非常に立派に作られてね、うん、いいんじゃないでしょうか。さあ、湯の社ポッケを、後にしますと、ここは何があるんでしょうか。ここもなんかホテルっていうか旅館なのかな。ちょっと今ぐるーっとね、回りますけど、ここですね。ここも多分そうでしょうね。そういった宿泊施設なんだと思います。割となんかその、ね、温泉郷っていうか、それがちっちゃい割には、結構ホテルとかはたくさんありますよね。あ、そして向こうの景色、すごくね、いいですね。ちょっと今、まっすぐ歩いていきますけど。ああ、こういったところでね、こうゆっくり、ね、温泉に浸かって、でね、こう街を散策っていうんじゃないですけどね、こういった公園とかね、自然の豊かなところで、こうゆっくりと、まあ、歩きながらね、いろんなこう都会の喧騒を忘れてみるっていうのもいいかもしれないですよね。もうこの辺は本当にもう一面のバーッと緑が広がっていて、向こうになんか公園っぽいのもあるんで、多分ね、そういった施設もあるんでしょうね。さあ、温泉街はね、この辺でどうやら終わりらしいですね。リカーショップ朝原さんがどうやらここはラストみたいです。あとはこっちにはグループホームとかがねあるんですね。そしてね、今僕ねふっと目についたんですけど、向こうにねなんか神社っぽいのがあるんですけど、あれどうですか、なんかすごい独特な雰囲気を醸し出してますよね。ちょっと渡ってみますか。よいしょ。ほら。なんかこう、大丈夫ここ。すごい、ホラー映画にでも、なんか出てきそうな場所ですけど。ね、ちょっと行ってみますか。はい、ということで、さっきのね、お寺っていうか大師堂をね、出てきました。最初これ、あれ何かなと思ったらね、はい、何のことはない、この温泉街のね、はい、大師堂だったんですね。でも、すごくね、なんて言ったらいいんだろうか、森の感じっていうんですか、幻想的なあの森のところに、ああいった石造りのね、ああいう灯籠みたいなのがあったりして、結構ね、動画撮る身としては面白かったですけど、ちょっとね、薄気味悪い感じがしますよね。うん。
まあ、それも含めてね、あんな風に動画撮れてよかったです。お、そしてここの大師堂の隣の方には今何か作ってますね。なんだろうね、あれね、豊臣んなんちゃら広場、ちょっとごめんなさい、目が悪くてわかんないですけど、はい、多分ね、あの昔の建物の前にまた作るのかな、あの辺全部崩して、あの広、なんちゃら広場っていうところは多分今もう使われてなくてね、放置されてるんでしょうね。なるほど。はい、ということででしてね、ぐるっとこの温泉街とね、その周辺回ってきましたが、どうだったでしょうか。まあ、すごくね、このおしゃれなね、旅館があったりとか、まあ、あとはそのね、石油由来のね、すごく面白いお風呂が、温泉、お風呂じゃないか温泉があったりとね、結構見どころもね、ありますが、温泉街ってはすごくね、コンパクトなんで、まあ、パッとね、お風呂上がって、まあ、湯沢町に少し歩くっていうんだったら、この辺はね、すごくおすすめですね。割としっかりとね、あの歩道も整備されてるんで、うん、全体的にコンパクトに回れるんで、僕はね、ここすごくね、気に入りました。皆さんもね、ぜひこの豊臣町に来たらね、この温泉に浸かって、で、この温泉街をぐるっと歩いてね、さっきの大師堂をちょっと眺めてから、このね、元の場所に戻ってくるっていう、まあ、そういう散策路もね、ありますんで、ぜひ、来てみてはね、いかがでしょうか。ここまでね、見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様も何かを参考になれれば幸いです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。Thank you.